カットスティック、はい、あれも同じような使い方、はい、あれの場合はちゃんと落ちないんですよ、うん、すぐこう落ちるでしょ、はい、あれもすげえめちゃくちゃなんですね、ダーッとしながら落ちる。おはようございます。釣り子 TV です。これ、ロデオクラフトのですね、RC ファットスティックっていうことで、このワーム、知ってますか？結構ね、釣り具屋さんにね、並んでいて、で、これね、まあ、スティックベイトなんですけども、こんな感じのワーム、ね。なんかね、すごい独特な形状をしている。これね、買ったっきりちょっとね、使い方がね、わからないなっていうことで、あのね、これを作った、ロデオクラフトのあの、松本幸夫さんの後ろで、釣りをするときにね、これの使い方、徹底的に聞いてきましたよっていうことでね、今回はですね、こちら、RC ファットスティックの、取扱説明書、こんな感じでね、動画を進めていきたいと思います。スティックベイトなんで、持ち上げた時にダートするのは当たり前です、はい、落ちる時もまともに落ちないから、で結構項目してあるから、あれってヘビキャロの具とか用の、ヘビキャロちゃんとノーシンカーと両方やりますね。あ、ノーシンカーでももちろん流しちゃってもいいし、あのファットスワンプはイメージ湧くっていうか、ファットスティックはね、ソフトスティックベイトってパンパンで落ちる時ちゃんと落ちる、落ちる時もちゃんと落ちてほしくないですから。イレギュラーに落ちていくような味付けが、この辺も使ってみますか。はい、じゃあ真面目にたまには俺が作ったワームでも使いますか。うん、いいと思います、ね、使わないですか。めったやらないなんか自分家のやつを自分で紹介するとうさんくさい。世の中 普通の営みなんで、あのファットスティック多分3種類の中で最も謎なんじゃないかっていう。いや、ま、そうなんですよ。これ買ったんですけど全然わかんない。わかんない。ベイトでもいいですか、細ければ。うん、針は何番ぐらいがいい。20番。10か20です。これもね、単純に塩の量を落とすと、はい、いわゆるちゃんとフラフラしながら落ちていかにも釣れそうなスティックベイトになるんですけど、はい、その枠ってドライブスティックと線香がいるじゃないですか、はい、からその枠はその人たちにやってもらい、この人にやってほしいのは落ちていく時もリアクションみたいな、なんかイレギュラーな、そうそうそう、フォーリングがスースーって落ちていくところが、スースーじゃないですか、はい、こいつはめちゃくちゃですよ。まっすぐ落ちる時もあるし、なんかジグザグに落ちたりもするし、ね、ほんとだ、パンパンでそっからまっすぐ行く時もあれば回っちゃう時もあるし、変にダートしてる時もあるしっていう。だからそのちょっと結構なスピードで、あ、本当だ、なんかバックしたり、なんか今ある一定の水圧受けたら挙動変えましたね。そう、おしゃん、よし、あっという間に珍しいでしょ、俺が自社当てちゃって丸飲みだ。投げ出したら投げしたんだよ。
釣れるでしょ。釣れるんだ。だからまああえて言わんくてもいいかなと思ってたんだけど。くださいよ。もう使い方を教えてくださいよ。これ多分すげえ謎ですよ。なんかまともに落ちないしみたいな。あのファットスワンプはまあスワンプのファットなんだろうなとか思ったんですけど。そうそうそう、あいつねキャロで使うとやばいんですよ。ああ猫じゃないんですね。ああ猫あんまやんない。あれでやるのはジグヘッドワッキーとキャロです。この具は本当謎だったんで。こいつは謎だと思います。突然釣り具屋に並んでたじゃないですか、はい、謎さしかないんで。とまともに要は落ちないから食うやつもいるんです。特に連日叩かれた関東のハイプレッシャーレースとかだと、スイッチしてパンパンでスイッチがせっかく入ったのに、落ちるときに綺麗に落ちるともういいやってなっちゃうけど、はい、落ちるときもなんか変な動きしてるみたいな。まっすぐ落としたいなら何回もいいけど1000個投げた方がいいと思う。素直に。そうそう、先行のように動くからっていうね。移動した。なんかあれだね、ブラックバスの雑誌の時よりちゃんと自社のですって。完全は本当になんか、でもこれ超いいでしょ。ピョン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 。あ、今トルネードしながら落ちていきました。ほんと毎回スーッと落ちたりスパイラルしたりなんかバックスライドしだしたり、めちゃくちゃめちゃくちゃですね。これめちゃくちゃになる比率にしたんですよ。これ要これより少なくてすごいちゃんとするんです。めちゃくちゃさせたくなかったから、このめちゃくちゃになる比率にしたんです。このシンプルな形状ゆえに本当それも大変そうっすね。そうですね、結構細かくやりましたよ。こんだけわけわかんなく落ちていくようにあとは寄れるのが嫌だったらここに寄り戻してる。はい。でまあ結構重いんでベイトで今ライン12ポンドなんで、はい、普通に使えちゃうんで。左に投げて、はい、つまらかぶせちゃいました。スライスした。アラバマスティックですね。アラバマスティック攻撃。結構だから落ちるのメインなんで、今なんですか？これはタヌキ。いや、ファットスティック。ダブルファットスティック。おっしゃ、本当だ。落ちる時のダートですぐに食った。すぐに釣れるんです。ああ、バカ。これを要はよりゆっくり落として、はい、落ちてる間にこう細かく誘いたいんだったら、はい、エビちゃんを使うんです。このダートを、ダート&不規則で行きたい時はスティックを使う。へえ、すごい速攻で釣れました。ありがとう。これ針を刺す方向から謎だったんですよ。1個出してそれ分かりづらいですかね。これどうしようと思って、おーおーおーと思って松本さんに聞いてもあんまり、いや自由に好きにやってくださいよとか言って教えてくれないんだろうなと思って。教えないわけじゃないんで、ほらいろんな可能性があるから、いろんなことして遊んだ方が面白いんじゃないって心の中で思ってるわけです、はい。今まで謎だった全然公開しないで、なんかちょんちょんってやってフォーリングかけたらすぐに糸がすって入
レギュラーダートの落ちの時に集中して。はい、でもスピードが変わるから糸見てるとね、なんかいきなり速くなったのにこいつのせいだったりしますから。はい、というわけでね、帰ってきましたけども、いやーこれね、持つと結構ずっしりしてるんですよね。うん、ほんとね、ベイトタックルなんかでもね、スイーって投げやすい、そんな重さなんですけども、まあ詳しくは動画の中でね、ほんと松本さんからいろいろと情報を聞き出すことができたんですけども、ただのまあまっすぐなテーパーのルアーであれば、結構ねスティックベイトでいいやつがね、山線香ですとかドライブスティックとかねありますんで、それとはちょっと違った味付けにしているよっていうことで、こう投げてダート刺した後にもう毎回ね落ちる方向がスイーッと落ちていったり、スパイラルフォールしたり、まっすぐ落ちたりですね、そういう感じで、こうピッ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 ってダート刺した後のフォーリングに焦点を合わせて作られたっていうね、そういうスティックベイトだったんですね。まあ実際にこのちょっとやってみましょうかって松本さんがこれ投げ出したら、そこで釣れて、でその後にね一本自分も使ってみたら、やっぱりね速攻で釣れてっていう感じで、これはねびっくりしたなっていうね、ちょっと形が独特なんで、どうやって使ったらいいのかななんてね分からなかったんですけども、基本的にはまあ自由に、好きなように使ってくれっていうね思いがあるっていうことですが、パッパッパッパってねダート刺した後のフォーリングで当たりを待つ、糸の走りを待つ、そういったワームということなので、これね釣り具屋さんで見かけたらお守り的にね一袋手に入れておくと、このまあ夏の時期だと思います、秋のこうベイトフィッシュを追い回してる時期、そんな時期もね効きそうかななんていうふうに思いますが、ぜひね、ボックスに一個隠し持っておいたらいかがでしょうか。はい、というわけで、本日の釣り講 TV は、こちらですね、ロデオクラフトのですね RC ファットスティック、これの使い方を作った人に聞いてきて、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。